はい、黄金世代のことでございます。おはようございますというところで、まだ試合は前なんですが、朝のトークを撮っております。これからですね、WCIC の試合の配信やりたいなと思っているんですけれども、決勝戦と3位決定戦ですね。はい、実に、まあ、トレボノさんとかもそうですけど、世界予選から、まあ、ゴルコンは日本予選からでしたけど、予選からスタートして長かったですね、4ヶ月あ、4ヶ月がね、今日やっと終わる、これから配信するんで終わるんですけれども、まあいい経験に連盟のメンバーがなってくれたらいいなっていうのと、多くの方が本当に見に来てくれたのが非常に嬉しかったなと思います。はい、また面白い企画やイベントですね、また次の WCIC とかあればですけれども、またいろんなイベント考えれればなと思っておりますので、これからもよろしくお願いします。さあ今日もやっていきたいなと思うんですけど、まずは日本もりもりが増えてきましたね。はい、まあ、翼が強いっていうのもあるのかなっていうのと、まあ立花兄弟がねやっぱりいいっていうのが今あるのかなと思うんですけれども、そうなんですよ、昇竜とかを日本パに切り替えてランクは、まあ、複数デッキ多分やらってると思うんですけど、鬼盛りでキーパーは若林にしてっていうので、まあ若林だから 3バックが盛り盛りなんですよね。蘇我君とか、そうなんですよね、ガモさん入れて、石崎入れて、まあ、武志入れて、新田入れて、あとロベルト入れて、立花兄弟入れてってやって、翼入れてってやっていく感じなのかな、今だとね。スーパー鬼も要は 6×でみたいな、 62% デッキみたいなのをみんなやり始めてる感じですかね。まあそこに赤井くんをね使うと 0.5 は下がってしまうんですけど、まあその辺結構増えてきてるようなイメージですかね。まあバフ盛りが結構優勢というか、まあデバフに対してもヘルナンデスで、例えば3133だったらヘルナンデスには、和夫くんが有効ですし、若島津が来たら、OMF にしてる、正夫くんが有効になってくるので、まあそのバフ差でもカバーできちゃってるっていうのは現状、うん、まあ、優位になってくるのかなというようなイメージですかね。はい、まあ、あのダフ盛りで今日もガチャが来るんですよね。また3日に1回来る流れになっていると思うんで、まあ、ディアスの鬼盛りとかも来るんじゃないかなと思ってる。ディアスの鬼デバとか、そろそろディアスねデバフないんで、ディアスのデバフとか来るんじゃないかなと思うんですけど、こう今日は、日野くんはガードですね、ガードキャラ。ビクトリーノに関しては森キャラということで 6% キャラですねになっているというような形です。はい、これドリコレもしかしたらデバフになっているかもしれないですね。デバフの日本に対してなんで、鬼デバのミカラファとかっていうのはワンチャンあるのかなっていう気もしないでもないんですけど、どうですかね。竹島みたく上下で9とか持ってる、鬼デバのミカラファとか来ると、まあちょっと怖いかなというようなイメージがあるんですけれども、はい、まあ、なんとなく代表は森とガードを全体的に出しているようなイメージなので、まあ、どういう風になるか、まあ、水曜日の、ね、お知らせを待ってというような形でしょうか。はい、ガチャの方で立花兄弟が、いつまでだ、立花兄弟が、あ、終わってた、立花兄弟終わってましたねそっか、いつまでですよっていうのじゃ、もう終わってるんですね。はい、もう今代表ガチャしかないということで、うん、まあ、無理なくでいいかなと思ってるんですけどね、今この段階でこれだけブーストしてるので、まあ、12月に入ってグローバルの周年始まってからも強いキャラ出てくると思いますので、まあ、国籍、例えば自分みたく日本ベースでやりたいなとかっていう人だとね、この段階からある程度キャラクター拾っていかなきゃあれですけど、まあ、チームが強ければとか、今持ってるキャラクターで保管できればっていう人はもう様子見ながらっていうところと、まずチームスキルがブーストしてないので、まずはドリコレ、そしてネクストドリーム、超必須、この辺を中心にキャラクター集まってった方がチームは従来通り安定するんではないかなと思います。はい、まあ、代表キャラはねもちろん限定ユニなんですけど、もうやっぱ5年目を迎えるとお限定ユニだ、カッチェ取ろうとかっていう気持ちが自分はちょっと減ってきちゃってるかなっていう前はね、この代表ガチャのキャラクターだから全部取らなきゃとか思ってたんですけど、今全然思わなくなっちゃいましたね。なんだろうね、こう眺めたりしないからかな。例えば日本 OMF で翼くんとか名前順にしてるんじゃないか、翼くんとかもちゃんと取ってんですよね、全部取ってるかな、いないやつもいるかもしれない、今取ってさせてるんで、ほらここから、あれがいない、即の初期のやつ食わしちゃったな。
ソックの初期のやつ、ソックの初期のやつとかもちゃんと持ってたんですけどね、はい、これとかちゃんと撮ってますし、これ結局なんか将来役に立つかなとか思って、ずっとねこのユニも好きだったんで撮ってるんですけど、この子ものすごい短命でしたからね、はい、すぐこっち出たから。でこの子も短命で、この子がね情報修正来たんで、はい、あとはこの子もちゃんと持ってますということで、この子を使ってなかったのが即属性だったんで、はい、でまあこれですよね、はい、あと限定なんか抜けてるかもしれないな、消しちゃってるのかな、はい、一応これもちゃんとまだ持ってます。はい、翼くん、これね海外リンクで結構代表の翼って結構こう海外リンクのキャラクターが歴代ずっと多くて、周年のタイミングってすごい使いづらかったんですけど、今回やっとね日本のリンクっていうのと、前回のこれは、ね、デバフだったんで、デバフパの人はいいんですけど、ちょっと自分デバフじゃないのと、あと技3人っていうのがちょっと組みづらかったかなというような形で、やっとこのユニフォームですね、はい、この翼くん相変わらずねこんな感じでやっておりますけれども、はい、あソックの初期のやつもう一回ね消しちゃってて欲しかったなと思うんですが、こんな形で持ってはいるんですけど、こう倉庫にね溜まってってしまうので、まあ眺めてるだけというところだって、この子がなんか使う場がねあったらまたいいんですけどね、こういう古いやつがね、まあそういう機械とかもあるといいなと運営さんに言っておきます。やっぱまあでもねキャラクター古いやつ、まあ情報修正が思いのほか早く来たんで、追加の情報修正が来るんではないかなと思っております。はい、ドリコレのパスカルが 1.5、そして今日の、ヒノ君、ビクトリーノで 1.1 で、セナルドで1なので、まあ、結構、南米バフもね乗せれるって言えば乗せれるのかなっていうので、ロベルトとかに乗せたら結構強いんじゃないかなと、まあ、ただ今回の日野くんとビクトリーノが守備ができるかっていうとちょっと微妙そうなので、まあ、その辺はちょっと考えなきゃいけないんですけど、まあ、ちょっと本来ねサンターナ、ナットレーザーとかを、入れていくデッキの方がいいのかなと思うんですけど、ロベルト推しでロベルト森とかが結構いいのかなっていうような気もしないでもないかなと思います。まあ新しいミューラーにも浮き玉刺さりますし、若島津に関してはね今日本パー増えて若島津増えてるんですけど、鬼盛りに鬼盛り返しすれば銅バフだったら多分抜けるんですよね。銅バフだったら多分 60% ゼロ距離で取れるんで、まあ鬼盛りにしてる南米っていうのも、まあ南米パー好きな人とか面白いかもしれないですね。はい、まあ、あとはシュナイダー君ね、やっぱり使ってる人結構多いんですけど、フィールドパスが想像以上に強いなというような印象です。はい、めちゃめちゃあ、ね、特に今ペペとたけしじゃないや、たけしじゃない岸田君ですね、ペペと岸田君入れるとディフェンダー 70% なくなっちゃうんで、まあ、ほぼほぼ通り頭越せますから、まあね、シュナイダーでシュイッとね結構越せるキャラクター増えてきてるんじゃないかなと思います。はい、まあ、石崎なんかもね結構頭越されやすいんで、あのバフ 1.5 で 6.5 のキャラで結構魅力的ではあるんですけど、頭の上が結構気になるキャラ、特に今力が多いので逆属性っていうのもありますし、まあ、石崎いいなと思う反面、やっぱりこう頭の上簡単に越されるキャラクター、今特に中盤で速とかが少ないですよね。ペペとか、ブライアンくらい、ほとんどねやっぱり力系のキャラクターが多いので、まあ、ちょっとその辺若干心配なんじゃないかなというようなところもありますかね。はい、さあ、新しい1週間も11月も中旬に入ってきますので、いよいよね寒くなってきますけれども、11月のお知らせは、ハオアールが4周年月間でございます。はい、もしお時間ありましたら、近くにねハオアールの近く行くことありましたら、ハオアール4周年ですので、ぜひお祝いに一杯やりに行ってくださいというと、これ最近ちょっと自分もね10月ドタバタしてて行けてないんですけど、近々行きたいなと思っております。というところでいつもご視聴ありがとうございます。今週も1週間頑張っていきましょう。それではまた。